自分の美しさで強く生きていくというね、飾らない、流されない、これからのメイクということで、まあ常日頃僕はもう二十何年で、ね、このメイクアップコミュニケーションメイクということでね、お話ししてるんで、まあ、そういう部分はね、いつも共通的にぶれずに言ってるんですけど、まあ、特にこの2023年についてはこの自分の美しさで強く生きるっていうのがテーマですね。これ非常に大事なテーマかなと思います。2023年結構激動の時代になるというね、いろいろ言われてますんで、すごくこう時代がこう大変換するという、まあ、1年になるという、ある人はね、まあ、そういうふうに言ってますし、ガイアの法則というのはね、聞いたことあると思いますけども、まあ、この800年サイクルでこういろいろと文明がこう、中心がですね、東西にこう移動してるんですけども、今兵庫県明石市、これが、東経135度に移動したと言われてるんですね。だからかなりですね、この世界中で今注目されてるのが日本のこの明石、ちょうどこう和歌山をね入るんですよね。まあ、そんなところに、まあ、かなりエネルギーの高い、まあ、そういう文明が集中してきてるという、まあ、そういうある意味面白いドキドキする、まあ、そんなタイミングなんですけども、そんな中でやっぱり日本女性というのは世界にこれからやっぱり注目されるし、そうあってほしいというね願いもありまして、僕は常に日本女性を元気にするというねテーマでやってますけども、まあ、そういったことも今日は踏まえてお話をしたいなと思います。はい、これね今日のテーマにもありますけどね、結構ねこういうの大事なんですよね。この自分のね潜在意識をね顕在化するというね、ちょっとこう難しい言葉で言いましたけど、要はこういう記録を取るとかね、自分の変化を可視化する、これ美しさっていう、美しさで強く生きるって書いてますけど、この自分の美しさってどこっていうのをこう具体的にですね、こういう数字化とか可視化するっていうね、こういうね作業も大事なんですね。でこれは僕は受講生の方にも言ってますけど、これはたまたまグラフです。何のグラフかというと、もう分かると思いますけど、これ一番上の方が80何キロだったんですね。これがずっと毎日僕もつけてるんですよ。でこの一番最初につけた頃、これまあ80何キロこっちの方がお正月ぐらいやったんで、そこから絞り出してですね、こうやってずっとつけてきまして、だんだん下がっているのが分かりますよね。でこう下がってきて、これを年間で通じて毎日つけてるので、ある程度 2,3 キロ前後してもですね、なんとかなるというね、自分の気持ちがね自信に現れるんです。だからちょっと上がっても焦らないんですね。で今回ここね、ちょっと上がってるでしょ、こっちね、これがこの正月です。でも上がってるけど、もうまたすぐに2キロスッと下げてきて、今普通のところにまた戻してるんですね。というふうにして、これちょっと自慢したかったんで、自慢しましたけど、こういう、これはダイエットの、まあ一つの数字なんですよね。だけど、これ美しさって何が関係あるかというと、自分の毎日の、まあメイクをした時の写真とかね、これね、ずっと撮りためてる人はね、すごくね、潜在意識的にね、どん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 やっぱりね、なんていうか、自分のメイクの上達加減もね、上達するのが早くなるんですよ。でこういったこともちょっと今回ね2023年ね、なんか入れていただくと面白いんじゃないかと思います。年末にちょっと目標を作ったりね、やってる方もいらっしゃると思うんですね。でまあ僕も個人目標として111項目の111個の目標、こんな感じ、これ去年の分ですね。こうやって111個の目標、これはもう去年の分をトイレに貼った分を出してきたんですけど、これとはまた別に、これまあ今トイレも新しくね、今年バージョンに貼り替えました。こういうふうにして目標30項目、大きな目標を掲げてます。こうやって、まず自分の目に入るところに置いてるというね形にして目標をしてます。そして今年は、1年間こんな風にするぞと決めたので、こんな風にして変化とか成果をですね、数字で可視化するっていうね、これがね非常に大事なんですよ。でこれめんどくさいって思うか分かりませんけど、意外とエクセルなんかでパッと打ち込んでいけば面白いことで、これは僕 SNS とかいろんな、まあビジネスもそうですけど、まあプライベートでいろいろ遊んでる、その SNS なんかでも、どんな投稿したらどんな風に上がるとか、こんなペースで投稿してたら減るなとか上がるなとか、やっぱり読めるんですね。だからそういったことも、時代のこう流れがすごく早いので、これもねすごく大事になるんじゃないかなと思います。はい、
これ数字ですけどもね、さっき言いましたようにメイク、今年メイクこんな風にするぞって決めたらね、やっぱり写真撮るんですよ。で1月中に撮った写真を、まあ、何枚か置いとくとか、そうやって2月とか3月どんどんね、残すだけでいいです。そうするとですね、非常にこの成果の法則って書いてますけどね、見えるかな、この上の方に成果の法則ね、成果イコール努力×〇〇〇って書いてますけど、はい、これ僕の受講生の方やったらね、本講座を受けていただいた方やったらもう多分わかると思いますけど、成果の法則っていうのは努力だけではいかないんですね。努力×〇〇〇っているんですよ。そこちょっと考えてみてください。一緒に考えてみてください。これすごく大事なポイントです。でないとこの努力×のここがね間違ってると、努力がですねいくらやってもやっても空回りになってマイナスになって、結果的にマイナスの成果が出てしまうということも起こり得るんです。もしくは結果がマイナスでなかっても努力すればするほど疲弊して自分のメンタルがダウンするというね、こういうことも起こるんですよね。非常にねそういう部分でね大事なポイントなんですね。今日自分の美しさで強く生きていくというのがこれテーマですんでね。そして飾らない、流されない、これ流されないというのはどういうことかというと、もう時代のスピードがどんどんこれからまだ速くなってですね、情報の、情報型っていうかものすごく情報の洪水のようになってきます。でそんな中で自分の情報、必要な情報をですね取捨選択をしてやっていく、この力が非常に大事になります。スコトーマって聞いたことありますかね。スコトーマというのは自分のこの心理的なものが盲点としてね、まあ心理的盲点っていう意味があるんですけど、結局なんていうかな、自分に必要なものは見えるようにして必要でないものは見えないような、そういう、まあ心理があるわけですよね。で、まあ、今こうやってお話をしている間っていうのは、僕こう喋ってる時にこれ聞いてくれてる人はもちろん僕の方にこういう潜在意識が向いてますよね。でその時に潜在意識っていうのは、その今この画面を見ていただいてる下が手元がどうなってるかって今多分気づいてないんですね。今の手元がどうなってるかということね。でその手元の時に鉛筆が1本あっても、その鉛筆っていうのはあれ、こんなところに鉛筆あったかっていう、今初めてそこに意識がいったわけですよね。この見えないところ、ここが実はその心理的盲点ということで、情報がいっぱいあったところで必要でないものの情報をパンと見えなくする、こういうふうな働きがちゃんと持ってるんです。この働きをしっかりと、ね、利用していく、どういうことかというと、もういらないものを見ないということです。これは自分の美しさにフォーカスするっていうのがすごく大事で、人の、まあ、いつも言ってるけど人の比較ね、人のメイクがこれがすごくなんかこうこんなメイクしたいけども自分には似合わないって思った瞬間に、もうそこで、なんていうかな、まあ、コンプレックスを感じたりしてる人が非常にやっぱ多いわけですね。でここを、まあ、今年はですね特に僕強く言っていきたいのは、その人なりの、まあ、魅力というのをしっかりと今年ね見つけてほしいと思ってます。で例えば今50歳の方、まあ、見ていただいている方はいくつか分かりませんが、40か50か分かりませんけど、まあ、40は40の魅力ってある。でその中の40の魅力の中の自分の魅力って何っていうところを、まあ、ずっと紐解いてほしいんです。それが40年間生きてきてこんなところが得意だったなって言われる、例えば笑顔がいいね、何々ちゃん笑顔がいいねって言われたら、笑顔にフォーカスをしてその笑顔を最大限に引き出すようにメイクをしていくとかね。でそんな風にすればするほど、意識をすればするほど、実は気になってたシミとかそういうところが、さっき言ったスコトーマという心理が働いて、シミなんかも気にしなくなっていくんですよ。でところがシミとかシワが増えてきたな、そんな風に思えば思うほどそこにフォーカスされると、魅力というものが今度スコトーマね、魅力がなくなったように消えてしまうんですよ。それは怖い話でね、いいように働かせたらいいんだけど、悪い方向にフォーカスしてしまうと、そういう自分の潜在意識がどん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 悪いイメージを作り出してしまうという、こういうことが起こります。自己肯定感とかねよく言いますけど、エフィカシーっていうのを聞いたことありますかね。自己肯定感っていうのは、まあ、今のその自分の今現在の自己肯定感が高いか低いかって言いますから、エフィカシーっていうのは未来に向けて私はどないでもなっていくんだ、どうせ私は幸せになるんだ、どうせ僕は大器晩成するんだとか、
こういうふうにして未来に向けて自分に自己肯定とか自分に自信があるとか、そういうふうに持っている自己効力感っていうかな、そんなものをエフィカシーって言うんだけど、そのエフィカシーというものをしっかりと今年ね持ってもらいたい。これまあ特に僕とご縁をいただいた方、女性の方もそう、男性の方もそうだし、僕自身もそういうふうにして自分に言いかけて周りを元気にしたいというふうにして思ってます。やっぱり自分の美しさを知るということね、これ何かっていうと、自分はこういうイメージの美しさを求めてるんだということを知るのと、人に振り回されて今年はこんなんが流行ってるからこっち側に行った方がいいんかなっていう風なスタンスで行くのでは大きな結果違うんですよ、ね、さっきの結果成果イコールっていうのありましたね。実は成果イコール努力かけるセンスっていうね、センスっていうのは何かって言ったら正しいやり方、要は、効率のいいやり方とか正しいやり方とかね、センスコツとかね、そういったもの、努力かけるそこを入れないとダメなんですね。でないと努力かける間違ったやり方でどん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 やっていくとですね、 もちろん結果マイナスになります。化粧水を間違ってね、アルコールの化粧水を使ってたとしますよ。そうしたらやればやるほどね、顔がバキバキになりますよね。自分は美しくなろうと思って毎回毎回毎朝毎朝化粧水をつけてないけど、よく見たらそれアルコールの入った化粧水やったとしますよね。もうバキバキになりますね、まあ、そんな風にして努力かける正しいやり方っていうのが大事になるわけですね、はいはい、私の売りは笑顔です。笑っておけばまあまあ可愛いと信じる、そうなんですよ、まあ、こういうことが非常に大事ですね、さすがです、さすがさすが、まあ、僕もね笑顔だけは負けないぞというふうにしてね、できるだけ笑顔を、まあ、頑張って、頑張らなくてもいいかな、頑張るっていうのはあんまないな、まあ、僕のだから、ね、これはもう小学校ぐらいからかな、やっぱりこれ母親の教育にもなるんかな、母親はとにかくご近所さんのおたりにこれ笑うぐらいってずっと言われてたんで、もうこの自分の笑顔を人に会った時に笑顔にするっていうのはなんかこうこういう潜在意識かな、頑張るって言って笑顔を出すっていうよりか、心臓がこうバコバコ鳴ってる、この心臓が動いてるのを意識したら今動いてますけど、無意識の時ってわからないけど頑張ってくれてますよね。ボコ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 頑張って振動働いてくれてます。こんな感じかな、笑顔を自然に出す。ただこのしんどい時の笑顔を出すっていうのはこう作り出すっていうね、なんかこう悲しいことがあるとか苦しい時とかなんかこう余裕のない時にあえて自分で絞り出すような笑顔を出すって、これは頑張る笑顔っていうね、まあそういうふうに自分でちょっと切り分けて考えてるんですけど、まあそういう部分で笑顔っていうのは非常に大事かなと思います。まあまあ可愛いと信じます。これすごくいいエフィカシーでございますよ。まあこんなふうにして自分の美しさをまず知るということです。はい。そうすればこの人と比較してなんか飾りすぎたりね、作りすぎたそういうメイクっていうのは多分しなくてもいいと思います。自分はここが大事っていう、そういう部分をしっかりと見つけるということが大事かなと思いますね。はい。これメイクで言うと、どんなメイクをしていきたいかということをまず決めることと、自分がどういうふうになっていきたいかということをもう今年1年で決めてしまう。で、その具体的なイメージが湧かないときは、自分の、なんかな、自分のこうなりたいという感じの、まあ、芸能人だと芸能人とか、自分の憧れる人、そういった人を本当にイメージして、そういうイメージに近づいていくというふうにして、そこにフォーカスすればいいと思います。でないとよくあるのは、あっち行きこっち行きとか、あの人はこうなった、この人はこうなったって言ったら結局どっちつかずになるね、まあ、セミナーで言うといろんなセミナー熟知とかありますけど、いろんなものを学びすぎて結局は何も行動に移してないみたいなね、結果が出ないっていう、そういったことも結構あると思うんですね、まあ、そういったことを気をつけてほしいかなと思います。2023年こそ流されないメイクを楽しむコツ、そのコツはですね、まずそんなこちゃだと思わんとんでください。自分のメイクのテクニックを上げること、はい、これすごく、流されなくなります。だいたいですね、テクニックがないと、知識とかテクニックがないと、ノウハウがないと、やっぱりいろんなものに振り回されますよね。例えば雑誌見たら、こっちの雑誌はこんなこと書いてる、こっちはこんなこと書いてる、このトレンドはこっちやって、あっちやって、いろんなものがどんどん入ってきます。 YouTube なんか見てたら結構もう今たくさんのこのメイクのノウハウがありますよね。で
僕もたまに見ますけど、やっぱり言ってることが逆の場合があったりとか、いろんな視点によって解釈によってどれも正しい場合もあるし、どれも間違ってる場合もある。この間違うというのも、その視点も僕自身の主観なんで、これも正しいか間違いってあんまりこう決めても分かんないんですけど、とにかく見る立場とかどこに重きを置くかによって表現も変わってくるんですよ。だから一般の素人さんがこのメイクの動画を見てても、あれどっちやったっけみたいな感じで、すごくやっぱり惑わされることが多いと思いますんで、まあ、そういった時にやっぱり自分の中でしっかりと自分はこうであるというメイクのテクニックを学んでおく、まあ、これはまあぜひ、ね、カリスマワビと本講座っていう、今ちょっと QR コード貼ってますけど、この講座を受けていただくと、相当ね、受けていただいた方は分かってもらってると思うんですが、メイクというノウハウの、まあ、部分、技術、それから知識、それから歴史、まあ、全てにおいてのそのメンタルの影響とか、そのメイクの力によってどういうふうな成果が出るかっていうことも全部ね、分かってもらえると思うので、ぜひね、2023年はこのカリスマワビと、ちょっとCM 入れますけど、まあ、この講座を受けてもらえたらいいかなと思います。そして確固たる自分で自分のメイクをどうでも自由自在にできるように方向性を持っていく、そうにしておくと流されません。23年もこの2023年は自分で自分のメイクを選択しながら臨む、そして自分流のメイクを自分で決めて相手に影響を与えていくというね、この表現力っていうところまで落とし込んで自分のメイクを上達してほしい、そう思ってます。特に、自分が可愛くなるメイク、自分が、美しくなるメイクっていう自分にフォーカスするのも大事なんですけど、相手にどう思われていくか、相手に美しいって思われるようなメイクを自分で施される、相手に可愛いと思われるようなメイクを自分でできるこういうちょっと同じこと言ってるようやけど、ちょっと違いがあるんですよ。相手って言うたら相手の好みっていうことまでもきちっと分かってもらわないと自分のメイクが変えれないっていうこともあるんで、まあ、これはちょっと難しい話でいくと、本講座で言ってるノータイプ別っていうね、人にはその同じメイクを見ても違うメイクに見えたり、いいメイクに見えたりね、ちょっとこう嫌なメイクに見えたりするっていうね、そういうあるんですね。そういう分析を、そういうパターンをしっかりと知って自分でメイクを変えていくっていうね、こういったことが非常に大事になるかなと思います。今から予行練習になります。1月の8日ですね、2月の3日までのね、要は旧暦でいくと2月の来年は2月の4日からになりますから、そこまでこの1ヶ月は、この1ヶ月起こることっていうのは、2023年1年間を通して起こるような、まあちょっとこう予行練習になるような1ヶ月いろいろと起こってきますと。例えばこの1ヶ月で、出会った人とか、この1ヶ月で自分が影響を受けた、例えばこの動画もね、もし誰か見てくれてたら、このアーカイブでもそうですよ、見ていただいて、なんかピンときたとか、あ、これからちょっとこのメイクで笑顔を増やそうの、この番組ちょっと毎週見ようとか思ってくれたらですよ。で、それがこの1ヶ月で、この1月で、そっちに自分が影響を受けたっていう、そういう人をまずピックアップするんですね。例えば出会う人とか、で、その出会った人がどんなメッセージをくれたかとか、で、ご縁が、新しいご縁が、あれ、今まで会ったことなかったこんな人がまた、なんかこう、新しくご縁をいただいたり、もしくは10年ぐらい前にずっと終わってたんやけど、ちょっとこうまた出会ったとかね、再会したとかね、まあそういったこの1月に起こること、人で言うとそういう人のご縁をまずピックアップしてみる、そしてその人がどんな影響的なメッセージをくれたかっていうことをまずちょっと認識をしてみる。で、そのメッセージが自分にとってすごくどんな風に影響していくんかっていうことをこう想像してみる、自分の予行練習をしてくださいと。それがすごく1年間に生かされますよということになりますので、自分の美しさで強く生きていくということを、まあ、念じて、飾らない、流されないということをね、まあ、ここを意識してですね、自分の、まあ、強さをアピールしていく、こういうメイクを、まあ、心がけてください。そのためにもメイクの技術を上げてですね、で、毎日練習をして写真に撮って、その写真を残していく、まあ、非常にこういうの大事かなと思います。
今ねやり取りしてる正美さんっていうのは本講座をね去年受けていただいて、で今神奈川県のね認定講師になられたし、あ、明けましておめでとうございます。なんか2つ声が入ったかな。おめでとうございます。来ましたけど、いいじゃないですか。見えますか？うん、見え、いい感じ、いい感じ。あの、聞きながら来てる最中だったね。あ、そうなんや、ありがとうございます。聞きながら来てました。完成したんで、ね、去年の8月に認定講師取らせていただいたんですけど、まあ、これといって活動はしてないんですが、日々自分のメイクを、まあ、頑張ったり、今日もちょっと低タイプの眉で目タイプの目尻でちょっと和の感情を出したりとか、そういうことに楽しみながらメイクを使わせていただいています、はい、でお洋服に合わせてメイクっていうのはなんかやっぱり楽しくて、しっくりこないメイクをしちゃうと、あら洋服と合わないとかいうのを気づくようになってしまった自分がいて、前は塗りたくれば可愛くなってると思ってたんですけど、やっぱそういうとここだわるようになってよかったかなと思います。そう、看護師なんですけど、結局美容とか美のことに めちゃくちゃ興味がもともとあるの で、たまたま去年、おととしの秋ぐらいに、ミセスコンテストみたいなの出たらどうかっていうお友達と参加したんですね。でその時にダイエットだとか美容のことやったりしてですね、写真を撮らなきゃいけないっていう時に、あ、なんかこう可愛くメイクしてくれる人いないかなと思って、本当はメイクアップしてくれる人を探してこうオンラインをずっと見てたんですね。でそうやって見てるうちに、たまたまなんかの先生と誰かの対談だったと思うんですけど、なんか見た時にこのメイクはやっぱりどう塗ったかじゃなくて、やっぱ心も大切って、その気持ちが現れるんだよって、メイクを勉強したっていう自信から美しい顔が作れたりする、そんなようなお話をされてる回で、面白いこと言うなと思って、そうだよねって、流行りのあれとか雑誌にね載ってるこういう風に塗りなさいっていうのを守ったからってみんなが綺麗になるわけじゃないよなと思って、どういうことしてる人なんだろうって調べたところで、あ、メイクやってるじゃないかってことになって、本当は出かけてって塗ってもらう人探してたんですけど、結局それで興味を持ってしまって、でそれとにかくなんかじゃ眉の講座を受けてみよう、自分で描ける方が本当はいいよなと思って、メイクやってもらうのもいいけど、例えばその現地でね直したい時に自分でどうにもならないっていうのもどうかなと思ったので、で習ってみようかなって、まずはじゃあ、ま、眉メイクを習おうって、多分単発の眉のメイクを習わせていただいて、でそこから興味を持って、最終的にはあれよあれよと認定講師講座まで受けていたってけど、本当に本業は看護師さんで、そんな別にメイクを教えるとかね、そこまで、まあ、最初は思っていなかったけども、やっぱり学んでいるうちにどんどん自分が上達していくし、自由自在にメイクができるようになってくると、この感動ってやっぱり受けた人じゃないと分かりませんもんね。そうです。さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。また突然の出演で、いえいえ、これまたすいません、またじゃあ来週もやりますんで、皆さんありがとうございました。お楽しみにしてます。